今回は師匠と大船渡市にある碁石海岸へ空撮しに来ました。そして飛行に関わる許可などもすべて師匠にやっていただいたので、堂々と飛ばすことができます。この日は波が荒く、普段あまり見れない迫力ある空撮ができました。それでは普段とは違う碁石海岸アナと推し磯の絶景をお楽しみください。思います。
湾内は波がほとんどないのがわかります。